ガモン手榴弾は1943年にイギリスで開発された大仏対戦車用手榴弾である。なおガンモンはガモンと表記、発音される例もある。イギリスで開発された体操甲車用爆薬手榴弾で1941年にイギリス陸軍第一落下三大隊に所属する RS ガモン隊員によって考案された。 1943年に正式化され、開発者の名前から、ガンモンボムと呼ばれるようになった。この手榴弾の特徴は、作薬が入っている玉体部分が、布製の袋になっていることで、新刊のついた金属もしくはベークライト製のキャップに、伸縮性のある布地で作られた袋が付けられていた。使用時にはこの中に、プラスチック爆薬を入れ、これを作薬として用いる。 プラスチック爆薬は最大2ポンドが充填可能で対人手榴弾として使用する場合には1ポンド防護されていない建造物に用いる場合は1.5ポンド走行車両やコンクリート製の統治下に用いる場合には最大量の2ポンドという形で使用状況と目的に応じて222力を調節することができることが特徴であった点火部分には それまで、イギリス軍で使用されていた、ナンバー69手榴弾及び、ナンバー73手榴弾と同じナンバー247つの働け新艦が使用されている。ガモン手榴弾は弾は1943年5月から、生産が開始され、第二次世界大戦を通し、イギリス軍の空挺部隊及び特殊部隊の、対装甲車両や建造物破壊用の、大物手榴弾として使用され、 時には高性能爆薬キットとしても使用された。特に、ノルマンディ上陸作戦の一作戦である、トイガ作戦では、パラシュート降下したイギリス軍空挺部隊によって使用され、ドイツ軍陣地に設置されている。高射砲の破壊や、ディーブ側、ディベット側にかかる橋梁の破壊作戦などで活躍している。 その後、1943年から1945年まで生産され、対戦中はイギリス軍の他にアメリカカナダ軍でも使用された。1944年9月より生産されたものは、袋部分の材質が耐腐食性のあるものに変更されており、それまで生産されていたものには、MKI 以後生産されたものには、マーク2の正式名が与えられた。 マーク I2 を合わせた創生算数は数千個とされる。1950年代初頭には正式装備から外され、少数が博物館の展示用として保存された他は廃棄された。リ念ン製のテープには終端に鉛製の重りがついており、反対側は緩く差し込まれた安全ピンにつながってている。 投擲されるとテープは重りによって勢いがつくことによって自動的に溶かれてゆき、溶けきるとテープに引っ張られる形で安全ピンが外れて、新幹内部の鉄球の固定が解除され、鉄球は弱いスプリングで保持されているだけの状態となる。以後は、鉄球はわずかな衝撃で激震に接触できるようになり、新幹は飛行中に撃破可能状態となる。 手榴弾が地面もしくは目標に命中するとその衝撃で鉄球が動いて激震に接触し、鉄球に押された激震が雷管に触れることによって作動し、爆発する。この手榴弾の新管は瞬発型の衝撃発火式のため、安全状態が解除されていれば新管が作動後即座に炸裂するが、テープが投擲後に溶けるまでの時間で安全状態が、 解除される時間が調整されていた。テープ調は試作品と、初期量産品は4.5インチで、後期量産品は11.5インチに変更されたが、近距離に投擲した際、もしくは投擲の地ほどなく作動することを望む状況に対応するため、テープを短くした改造型が作られている。テープの短いものは、区別のために、キャップの頭部が赤く塗られていた。 ガモン手榴弾はもともと体操校舎用の手榴弾として開発されていたため通常の手榴弾と比べると非常に威力は高かったとされるしかし通常の手榴弾と違い団体部分は布で包まれていたため対人に使用した場合には通常の手榴弾のようなてっぺんによる殺傷が起こらず殺傷半径が小さかった対人目的の使用時には プラスチック爆薬と共に、釘やベアリング球、野戦であれば、小石、瓦礫や陶磁器、ガラスなどの破片を共に入れて、これを破片剤とすることになっていたが、そのように用いた場合、鉄製団体や内臓の調整破片を持つ手榴弾に比べると飛散範囲や威力が不確実なため、最初から対人手榴弾として作られたものに比べると有用性は低いものだった。 しかし、威力を任意に調整できることは、使用した兵士には好評であった。発火、炸裂しない訓練弾も用意されていた。訓練弾は、袋部分の材質が伸縮性のないキャンバス地で、底が巾着状になっておらず、縫い合わせた底布になっていることが実弾とは異なる。この手榴弾に策略として用いられる、プラスチック爆薬は、 規定された手段で新艦を装着しなければ、基本的に爆発せず、火をつけても、緩やかに燃焼するのみである。当時用いられていた、エクスプローシブナンバー808はその後に用いられた、プラスチック爆薬に比べ感度が低く、燃焼させても煙も人体に、有害な成分もほとんど発生させなかったため、ガモン手榴弾を支給されたイギリス空挺部隊や、 特殊部隊の兵士は、作薬を固形燃料の代用として、特に個人用塩体内で、量食や湯を加熱する熱源に用いることがあり、ガモンは、固形燃料としても、爆薬としても使えて便利であると、本来の目的からは異なる面で好評であった。1944年3月製造、お示す ABCDEF ロットマン、ゴードン L、ザ・ハンドグレネード、オックスフォード、 オスプレイ P60ISBN978 から14億7280万 7342AB 袋と表現されていることが多いが実際は底部は巾着状に絞られてはいるものの塞がれていないので構造としては筒である衝撃発火専門の新刊でオールウェイズの5はどのような方向で手榴弾が 目標に命中しても起爆が保証されることから。2018年11月21日閲覧、ザ・ミルズ・グレネード・コレクターズ・サイト、WW2 ブリティッシュ・ナンバード・グレネーズ、ザゼア・クセサリーズ、のー82元門。グレネーズ2018年11月21日、閲覧、ザ・ミルズ・グレネード・コレクターズ・サイト、WW2 ブリティッシュ・ナンバード・グレネーズ、 アンドゼア,アクセサリーズ脳82番モングレネードプラクティス2018年11月21日閲覧ビーバーアントニー、D、ディデザバトルフォーノルマンディーロンドンバイキング P25 ISBN 9780670887033白水車カン2011年ありがとうございます